はい、こんにちは。今回は8月19日バイクの日です。ということで今回もいつも通りバイクにちなんだモトブログをお届けしたいと思います。で、以前ショーツで TW を紹介したところをものすごい反響をいただきまして、車両についていろいろな質問をいただきましたので、もう本日はオーナーさんに改めて車両を紹介していただこうと思います。で、結構細かいところを含めてご紹介いただいたので、気になる方は参考にしてみてください。ではどうぞ。いや、ペダルにちゃんと足乗っけて。うわー、すげえ。万が一の事故の際にも自落しないよう安全性が高く、これやばい、サイズに合ったヘルメットを選びましょう。ヘルメットの紐は指一本入るくらいきっちりと締めましょう。次は頭部、プールなどを保護するプロジェクターです。せっかくなので車両の紹介をお願いします。はい、これはそもそものモデルは何ですか？ヤマハの TW225 です。225ですね。もうほぼ原型とどめてない感じですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。ちなみにいつ頃の車両ですか？おそらく2000年代前半。はい、そこをベースにして周りは一応バイク屋さんで組んでもらったっていうことですね。ちなみにどこのバイカーさんでしたっけ？世田谷のスローライド東京さん。スローライド東京さん、はい、ちょっとじゃあせっかくなので各パーツをご紹介していただければなと思うんですが、はい、じゃあフロントから、はい、まずめっちゃ目を引くのがこのタイヤなんですけれども、はい、タイヤは何インチでしょうか？タイヤ14インチ。ノーマルが多分18とかですかね。なるほど。これ14インチにするにあたってなんか他の周りのパーツも変えないといけないですよね。はい、そうですね。このトリプルツリー近辺ですかね。トリプルツリー近辺、はい、ちょっとワイドにしてあるので。なるほど、なるほど。おそらくリアードさんというバイク屋さんのパーツ。へえ、はい。これはフォークブーツとかもついてますけど、これなんかどこのやつなんですか？バイク屋さんが言うにはハーレー用らしい。ハーレー、へえ。あ、やべ、潰れちゃった。潰れちゃった。スポーツスターとかについてるやつなんですかね。はい、へえ。で、フェンダーとライトとかも、はい、まあ、なんかライトはベースライト、多分一般的なやつ。あ、これベースなんですか？ベースですね。へえ、
そうなんだ。なのと、あとはフェンダーはアマゾンで適当に買ったアルミフェンダー。いくらぐらいで買えるんですか？これ8000円ぐらいとかですかね。ああ、そうなんだ。そんなんで。そのまま売ってたんですけど。まあ、ちょっと塗装がしてあったので全部磨き倒して。あ、そうなんですか。剥がしたんだ。すごい。アルミの地でやってます。タンクいいですよね、やっぱり。まさか買ってみたら塗装がしてあった。あ、これですか。あのフェンダーですね。それで。あ、フェンダーか。はいはいはい。このタンクは純正のタンクなんですか？タンクはこれビッグシーダーさんっていうところのアルミタンクですね。へえ、はい。それをまあ TW 用なんでポン付けして、ホンダの CL 系のタンクパッドが好きなんで、うん、まあそれがこのタンク用にもちろんないので、そこは 3D で、はい、3D で設計して 3D プリンターで出力してすごい、自分で作ったんですね。シリコンで型取りして黒いレジンで成形するっていう自作です。めちゃくちゃ苦労ですね。さすがです。これはステッカーですか？それもカッティングですね。あ、自分でやったの。デザインして、すごい。ハンドルとかはなんかこれちょっとスクランブラーっていうか、そうですね、オフ車っぽい感じですね。で、このブレースがついてるもの、うんうん、ブレースっていうのかな、これがハリケーンさんで、黒色のものがこの種類しかないです。あ、ハリケーンなんだ、はい。僕のなんか 250TR もハリケーンのパーツちょいちょい使ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃいっぱい出してますよ、ね。あ、そうなんだ。へえ、はい、いいですね。幅が広いものです。確かに結構広いですよね、こうやって見るとね、はい。シートとかはどうでしょう？シートはモンキー用なんです。モンキー用？モンキー用を張り替えてあって、これもちょっとオーダーでダイヤモンドっぽくしてもらって、ただこれもビニールなんで本当は本側に変えたい。なるほど。ところです。じゃあ次のカスタムポイントって感じですね。はい。いや、なんかこのシートとグリップの色が合ってていいですね。センスが出てますね。後ろも14インチですか？後ろ14インチ、まあ、これ純正なんですけど。後ろ14は純正なんですか？純正なんですよ。そうなんだ。18、14だったかな、もともと。それにめっちゃ論水にしてるっていう感じですね。そうですね、20センチ。多分、20センチ。ビームスさんのもの。ビームスさんというメーカーさんの論水。それはこういう論水パーツが出てるんですか？出てます。あ、まだ売ってます。すご、はい。そういうのがあるんだ。ポッシュさんの強化スプリングを黒に塗ったもので、論水にするとめちゃくちゃ柔らかくなるんで、はい、サスをちょっと強めにして。あ、ボヨンボヨンするんですか？はい、これでもまだ柔らかいんですけど。それどこですか？これです、サス、はい。あ、これか、はいはいはい。サスペンションはなぜかポシュさんの白しかないんで。へえ、あ、塗ってんだ、はい、すごい。確かにここだけ白だと結構目立ちますもんね。これマフラーはどこのですか？マフラーちょっとメーカー名までわかんないですけど、まあ、スーパートラップという。スーパートラップ、おじさんはみんな知っている。あ、そうなんですね。若者は多分知らない。このエンドが開いてない。これエンドが開いてないと抜けは悪くなるってことなんですかね？そういうわけじゃない。ここの隙間から空気が出るんですけど、この板のところから。その枚数を調整することで抜けを調整するんですよ。あ、音も変わるんですか？じゃあ。音変わります。へえ。その枚数少なくすると音は小さくなって抜けが悪くなるけどトルクが上がる。おお、なるほど。面白い。レース用みたいな感じですか。へえ、そうなんだ。そんなのあるんだ。枚数増やすとうるさくなるけどトルク下がる。はいはいはい。なるほど。お、こういうことか。はい。お、やり方合ってます。キルスイッチとか大丈夫ですかね。下です。下が押せてれば。あ、キルスイッチだった。